鹿児島貨物ターミナル駅は、鹿児島県鹿児島市浜城にある、日本貨物鉄道の貨物駅。営業キロ上は、九州旅客鉄道の鹿児島駅と同一地点にある。20フィート海上コンテナから30フィートまでの、大型コンテナを取り扱える、日本最南端のコンテナ駅となる。地上駅。駅構内は、鹿児島駅の南側に広がる。 一面のコンテナホームと二線のコンテナ二役線、その足し分け線がある。着発線は鹿児島駅と共用している。着発線に到着した列車は、着発線から龍ヶ水駅方面に伸びる引き上線に入った後、駅の二役線に推進運転で進入する構造となっている。駅構内には営業窓口の JR 貨物鹿児島営業所や、 乗務員区所の文字機関区鹿児島派室も設置されている。出発便は席合わせ貨物、じゃがいも、焼酎などの種類など、到着便は飼料米、菓子や砂糖、小麦粉などの食料工業品、席合わせ貨物、石鹸や樹脂などの化学工業品である。2019年3月改正時点では、以下の高速貨物列車が発着する。専用貨物列車の発着はない。 トラック便は、都の城オフレールステーションとの間に1日あたり5.5往復が設定されている。JR 貨物が所有する、入れ替え用の共産工業製20トン級、小型機関車。ありがとうございます。